平成22年4月19日月曜日、総理大臣官邸で公賓として来日したマレーシアのナジブ・ラザク首相を出迎え、歓迎行事を開催しました。その後、映画監督の山田洋次氏による表敬を受けました。夕方からマレーシアのナジブ・ラザク首相と首脳会談を行いました。鳩山総理はナジブ首相の下でのマレーシアの経済発展に祝意を表すとともに、日本の国連常任理事国入りへの支持に対する謝意を述べました。また、会談終了後、日マレーシア共同首脳声明、新たなフロンティアへ向けて強化されたパートナーシップに署名し、共同記者発表に臨みました。20日火曜日、国会内で中期的な財政運営に関する閣僚委員会を開催しました。総理大臣官邸でオマーン国のマッキー国家経済大臣の表敬を受けました。その後、2010年日本国際賞を受賞した東北工業大学理事長の岩崎俊一博士と、スタンフォード大学生物学部教授のピーター・ビトーセク博士の表敬を受けました。午後、衆議院本会議に出席、地球温暖化対策基本法に関する質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、8回目となる行政刷新会議を開催しました。21日水曜日、総理大臣官邸でインターアクションカウンシル名誉議長であるマルコム・フレーザー元オーストラリア首相、共同議長であるジャン・クレティエン元カナダ首相、メンバーの福田康夫元首相の表敬を受けました。国家基本政策委員会合同審査会で、自由民主党の谷垣禎一総裁および公明党の山口那津男代表と3度目の党首討論を行いました。総理大臣官邸に戻り、障害者自立支援法訴訟団の方々と面談しました。その後、第26回中央防災会議を開催しました。引き続き政府民主党首脳会議を開催しました。22日木曜日、衆議院本会議に出席、核セキュリティサミットへの出席等に関する報告をしました。総理大臣官邸でシンガポール共和国のゴー・チョクトン上級相の表敬を受けました。続いて、2回目となる国と地方の協議に出席しました。23日金曜日、参議院本会議に出席しました。総理大臣官邸でバンクーバーオリンピック競技大会並びにパラリンピック競技大会において入賞された方々などへ記念品を贈呈しました。IAEA 国際原子力機関の天野幸也事務局長の表敬を受けました。憲政記念館で行われた第4回緑の式典に出席し、挨拶しました。また、緑の学術賞を受賞した黒岩恒義立教大学大学院理学研究科特任教授、東京大学名誉教授と、鈴木和夫東京大学名誉教授森林総合研究所理事長に表彰状を授与しました。24日土曜日、群馬県を訪れ、こんにゃく貯蔵庫や富岡製糸場、外国人労働者の労働現場などを視察しました。また、地元の農協や町役場にて意見交換を行いました。25日日曜日、内閣府で行われた新しい公共オープンフォーラムに出席、スピーチを行いました。また、パネルディスカッションに参加、新しい公共の可能性などについて議論しました。